やはり三島の人が一生懸命先祖の宝として育ってた牛をですね、まあ、保護と信仰の部分で協力できるような形ということで、こういうふうな、まあ、交雑 F1 の方の生産とですね、三島牛の皮膚の方がつながって、こちらの方で経営するようになったという経緯があります。